今回のハック&DIY チャンネルでは、バッテリー内蔵のポータブル低電圧、低電流電源を作っていきます。電子工作で何か作るときに必ず必要になるのが電源装置です。昔は電源装置も高かったので、結構自作したりしたものですが、最近は Amazon などでびっくりするぐらい安い電源装置が売ってたり、小型で高性能な電源がリーズナブルな価格で買えたりします。私もこれまでいろいろな電源装置を使ってきました。ですが、どれも微妙に不満点があり、理想の電源には出会えていません。ないならば、自分で作ればいいじゃない、ということで、自分の理想の工作用電源を作ることにしました。私の考える理想の工作用電源の特徴はこんな感じです。いろいろ書いていますが、さっと出して、さっと使って、さっと片付けられる。そして、操作を間違えて、パーツを壊すことがない。そんな電源が理想ですね。それでは、理想を実現するために、設計を進めていきます。今回は、使いやすさが最優先なので、まず操作パネルや外形などのデザインから始めます。こちらは操作パネルの最終デザインですが、ボタン3個とロータリーエンコーダで操作する設計としました。ボタンは直感的に分かりやすい LED 内蔵スイッチにしています。またロータリーエンコーダも操作性を考えてセンタープッシュ付きにしました。情報表示にはコントラストが高くて見やすい有機 EL パネルを使うことにします。ケースのサイズや形状はバッテリーの大きさや数で決まるので、 Amazon でバッテリーを探しながらデザインを進めます。実際に 3D プリントしてみてサイズ感や扱いやすさを検討します。気軽にいろいろなデザインを試せるのが 3D プリントの良いところですね。最終的にバッテリーは高電圧出力時の効率を考えて似せるとし、横に2個並べて横長のデザインに合わせることにしました。続いて電子回路の設計を進めます。電子回路全体のブロック図はこんな感じになります。まず全体の左側がバッテリーの制御回路で、バッテリーの充電と残量の計測を行います。今回はバッテリーを2個直列にして使うので、バッテリーの残容量に差が出ないようにセルバランサを搭載しています。これがないと片方のバッテリーだけ過充電や過放電になり、最悪の場合はバッテリーから発火します。中央は全体を制御するマイコンになります。ユーザーの操作を処理したり現在の状態を表示したりします。今回は DA コンバータにより出力電圧や出力電流をマイコンからデジタルで制御できるようにしました。最後の右側は DC-DC コンバータになります。今回一番重要なのはこの DC-DC コンバータです。この回路によりバッテリーから供給される 7.4V をもとに 1V から 15V の電圧を生成します。また出力の負荷が変動してもマイコンから指定された一定の電圧と電流を維持するように動作します。この動作により電源装置としての機能を果たすことができます。今回はアナログデバイス社の LT8350 という IC を使用しました。この IC は非常に便利で、小圧と高圧の両方が可能で、また低電圧と低電流の両方の制御機能を持っています。さらに低電流は外部からの電圧により設定可能で、その上電流のモニター機能までついていて至れり尽くせりです。ただ電圧設定は抵抗値で行うようになっており、このままではマイコンから電圧を制御できません。なのでオペアンプを使った減算回路を組み合わせることでマイコンと DA コンバータによる出力電圧の設定を実現しています。具体的にはこの回路図のように
DA コンバータの電圧と出力電圧を引き算し、その結果を LT8350 の FB 端子に入力しています。 LT8350 は FB 端子が 1V になるように出力電圧を調整しますので、減算回路と合わせることで DA コンバータで出力電圧を設定できます。また電流設定に関してもできるだけ正確になるように出力電流のキャリブレーションを行うための回路も搭載しています。起動時に毎回キャリブレーションを行うことである程度正確に出力電流を設定できます。最後に少しだけトリッキーなことをしているのが、このシステム全体の電源オンオフを制御する回路です。今回は電源ボタンの長押しで電源のオンオフ、単押しで出力の有効無効を切り替えるようになっています。これを実現するためにこんな感じの回路を搭載しています。電源スイッチを押すと、押している間だけシステムの電源がオンになるようになっています。マイコンも起動しますので、マイコンで時間を測定し、一定時間経過したらマイコンからも電源をオンにします。これでユーザーが電源スイッチを離しても電源がオンのまま維持されます。この状態でマイコンが電源の信号を切ればシステム全体の電源がオフになります。ただこのような作りだとマイコンがノイズやバグでフリーズすると電源が切れなくなってしまいます。必ずマイコンのウォッチドップタイマー機能を使い、フリーズしたら再起動するようにしておきましょう。 KiCAD で回路図を作成していきます。規模が大きいのでブロックごとに分割して作成しました。回路図を元に基板を設計します。結構部品数が多いのできれいに配置するのがなかなか難しいです。設計ができたので作っていきます。まず基板を工場で製造してもらいます。部品の実装も含め今回も JLCPCB 社に依頼しました。製造された基板に追加で部品をハンダ付けします。高性能コンデンサなど国内メーカーのパーツは秋月などで買うと安いです。あと LT8350 は関税の関係かJLCPCB 社から手配すると異常に高額だったので、こちらも自分でハンダ付けしています。 QFN パッケージはハンダ付けが難しいのであまり自分でやりたくはないですね。完成した基板はこんな感じです。操作面側はこんな感じになります。基板ができたのでパソコンにつないでマイコンのプログラムを作成します。プログラムの作成は今回もアルディーノの開発環境を使用しています。ユーザ操作の処理やキャリブレーション実行などが複雑で、そこそこの規模のプログラムになってしまいました。プログラムの詳細については説明が長くなってしまうので今回は省略させていただきます。最後にケースにすべて組み込んでネジを締めて蓋をすれば完成です。こんな感じでケース内にケーブルを収納することができます。電源装置のケーブルって地味に邪魔なんですよね。完成したので動作テストをしていきましょう。電源スイッチを長押しすると電源がオンになります。起動時にキャリブレーションを実施するので少し時間がかかります。電源スイッチの単押しで出力の有効無効が切り替わります。 CV ボタンを押すと電圧設定モードになり、出力電圧を設定できます。 1.1 から 15V まで最小 0.01V ステップで設定できます。同じように CC ボタンで電流の設定ができます。 0.01 から 2A まで最小 0.01A ステップで設定できます。ただし、バッテリー出力の制限から最大 12W までの出力となります。バッテリーは USB 給電で充電します。バッテリーが少ない時などに充電しながら使うこともできるようになっています。
iPhone と比較すると、サイズはこんな感じです。重さも 135g と軽く、サイズや使い勝手に関しては、かなり理想的な工作用電源にできました。低電流の精度や、ロータリーエンコーダの回しやすさなど、まだ不満点はあるのですが、それでもかなり気に入っています。やはり、理想の道具は、自分で作るのが一番ですね。今回の内容はここまでです。最後までのご視聴ありがとうございました。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。